大阪のクラブチームの頂点を決める市民ソフトテニス大会。市民スポーツの普及振興と健康づくりを目的に、大阪市と大阪市ソフトテニス連盟が開催しました。団体戦ということで、男子、女子、それと45歳以上の方、みんなで一つになって楽しんでくれたかなと思います。今日一日頑張ってください。関西で開催予定の障害スポーツの世界大会ワールドマスターズゲームズに向け、各地で展開されている関西マスターズスポーツフェスティバルの一環として位置づけられるこの大会。第71回を迎える今回は、市内のクラブチームなど4チームが参加しました。試合はすべてダブルス。チームは男子一般と男子45歳以上、女子一般、女子45歳以上のカテゴリーがあり、5つの対戦で3勝した方が勝ちとなります。各チーム総当たりで熱戦を繰り広げました。大阪市の、ソフトテニスの、普及、それと振興、それと強化ということですね、選手強化ということ。ただ最近は参加チームも少なくなって、親睦ということも兼ねて行っております。私も試合で出てた頃は、各区対抗ということで、区の代表ということで、競い合った時期があったと思うんです。ただ最近はソフトテニスの人口、一般の人口の関係であるとか、団体っていうことに対して、いろんな思いがあって、なかなか、その空対抗まではいかないような状況になってるんですけど、また、やり方を変えてでも、もっともっと大会が盛り上がるようになっていったらなと考えております。